次に、斉藤アレックス君。ありがとうございます。国民民主党の斉藤アレックスでございます。琵琶湖のある滋賀県から参りました。本日は防衛政策について質問させていただきます。早速ですけれども、本日、防衛大臣にも来ていただいていますので、ミサイル防衛についてお話を伺っていきたいと思います。本日はあのイージスアアシュアの代替としてて今検討が進められている まあ、イージスシステム搭載艦というものについて、まあ、本当にこれが整備として妥当なものなのかということを伺いたいと思います。まあ、こちら、現場の自衛官の方、あるいは制服組の方から、大変評判が悪い、まあ、そういった計画になってしまっているというふうに伺っております。また予算に関してもふり、膨れ,れ上がっていて、陸上に配置する予定だったイージスアッシュアに対しても、大変予算が膨れ上がっているというようなことも報道されていますけれども、まずあの防衛大臣に端的に伺いたいんですけれども、 このイージスシステムを搭載艦の整備にいくらかかるのか、整備だけではなくて、その後の維持も含めて、今、判明している、推計できているものについてお伺いたいですし、またあの現場の自衛官から評判が悪いと、大変な負担になることが懸念されているということに関して、どう受け止めているのか、そういった政策の妥当性についてもお伺いたいと思います。よろししくお願いします防衛大臣今田八津一君、えー まず、あの今、ご指摘をされた件について、イージシステム搭載艦のです、ね、導入経費については、令和5年度に実施する設計を通じて、船体建造費等が整地化されること、そして防衛機能や通信システムなど、追加となる FMS 装備品について、 米国政府と協議を行っていること,でことなど、要素を、このような要素を踏まえてです、ねえー、精査する必要があり、現時点で1隻当たりの、えー、導入経費をお勧めすることは困難であると考えております。 そしてまた、あのこの今あ、委員からお話にありました、あーイージーシステム搭載化についてはです、ね、イージスアショアの代替策として、令和2年12月18日の閣議決定において導入を決定したものであり。 北朝鮮の弾道ミサイルによる脅威に対して、我が国の弾道ミサイル防衛力の抜本的な向上を図ること、そして、海事維持官が北朝鮮に対する BMD 任務に専従させるざるを得ない状態を解消し、他の任務等に従事する余裕を作ることを目的とするものであります。特に北朝鮮による弾道ミサイル能力の強化等を踏まえれば、 我が国の長期にわたる切れ目なく防護をしうる体制が必要であり、加えてロフテッド軌道や同時発射された複数のミサイルにも対処できる能力を含めた、弾道ミサイル防衛能力の向上を図っていく必要がございます。 えー、そのこのため、防衛省としては、今お話にありましたように、えー、BMD を基本とするイージシステム搭載管理艦の2隻の整備を進めていくため、詳細について検討しているところであります。 こうしたことから、イージーシステム搭載艦の整備に向けた取り組みは、我が国の対処力、抑止力の一層の強化につなげることを目的としたもので、適切であると考えており、引き続き予算編成の過程で検討してまいりたいと思っております斉藤アレックス君。ありがとうございます、まああのえー ミサイル防衛を強化をするための対策が必要であるということは、私も同感でございますけれども、まあ、これをそのイース・アシュアの陸上用のレーダー、発射装置などもう契約してしまったから、無理やり船に乗せて、そして浮かべようということで、本当にいいのかということは、まあ、これまでも国会で散々議論されてきましたけれども、今、改めて検討すべき時期に来ているのではないかと思っております。まあ、その理由は2つございます。まあ、1つはまず、国際情勢が大きく変化したことでございます。今今まで今おっっしゃったように北朝鮮ののミサイルへの脅威に 対処するとといいうことをおっっししゃっていましてまもちろんそれもそうなんですけれども、改めてですね、政府から申し上げにくいのかも、おっしゃりにくいのかもしれませんけれども、中国の脅威、台湾有事への懸念、こういったものも一層、一層ですね、検討に踏まえながら、ミサイル防衛の体制を考えていかなければならない。この 2020年の12月に e ーシステム搭載艦というものが決まってから、2年近くは経ちますけれども、その間にも大きく国際情勢変化している、ロシアがウクライナに侵略している、そういったこともありますので、もう一度今、検討し直すべきではないかと、もう一つは先ほども少し,申し上げあのおっしゃっていましたけれども、変則軌道であったり、HGV、極超音速で飛行する飛翔体に関しては、北朝鮮もそうですし、ロシアもそうですし、そして中国も、中国に関しては、この極超音速ミサイルを搭載した爆撃機を、沖縄と先島 諸島の間を飛行させると、こういったことも行っているというふうに私あの情報あのいただいておりまして、こういった中ですね、改めて本当にこの2隻の船を新しく作って、しかも国間防衛能力も乏しくて。 ターゲットになりそうなです、ね、そして乗組員の負担も重いような、そんなものを作ってです、ね、そして大量のお金がかかると、一部の報道では、合計で2隻で1兆円近い、これまでで最も高い装備品になるのではないかと、まあ、そういったことも言われてる、言われている中ですので、もう一度立ち止まって考える必要があると思うんですけれども、まあ、そもそも中国に対する脅威、中国からの脅威、南西諸島に対する攻撃の危険性、こういったものが高まっているということを受けてです、ね、ミサイル防衛の在り方を再検証し直す必要があると。 と思うんですけれども、その点防衛大臣いかがでしょうか。防衛大臣浜田やすかず君、えー、ご指摘の点、えー、我々とすれば、えー、今後ともですねパックスリーの能力向上などの取り組みを継続してとともにですね。 衛星コンステレーションなどの新たな手段の活用も考えて、ミサイル迎撃能力のさらなる向上に努めてまいりたいと考えております。加えて、ミサイル迎撃能力向上だけでなく、いわゆる反撃,力反撃,力反撃能力も含めて、ですねあらゆる選択肢を排除せずに検討して、年末までに結論を出していきたいと思っております。そしてまた、今ご指摘のあったこのイージス艦の件に関しましてはですね、 さらに今、われわれの方も検討させていただいて、今おっしゃられたいろいろな問題点を解決するための努力をしているところであります斎藤アレックス君。はい あの私も報道で聞いていますと、まあ、イージスシステム搭載艦、とても大きなものになりそうだったので、まあ、それだと危険だという議論があってです、ね、まあ、お小さな船にあの変更するということで、まあ、ほとんどイージス艦と変わらないものが新たに2つできるような、まあ、そういった可能性もあるのではないかと思っていますで。いくらイージス艦を増やしても、やはり洋上で対応するということであれば、24時間切れ目のない対応というものは極めて困難になってしまいますし、だからこそのイージス・アは陸上配備型だったわけですから、もうすでにそのおやろうとしていることができなくなっているわけですので、 そして脅威の対象も変わってきていると、国際情勢も変わってきている、改めてこういったミサイル防衛の在り方、総合的に検証しなう必要があると思うんですけれども、まあ、今までの議論も踏まえてです、ね、総理大臣にそういったミサイル防衛の在り方について再検証をする、そういったことが必要でないかお、お受け止めを最後に伺いたいいたと思います内閣総理大臣、岸田文雄君。はいあのまあ、ミサイルの技術が急速にまあ進化している中で、 迎撃がより難しくなっている、その中で、えー、とミサイルの迎撃能力、委員ご指摘のこの維持、えー、ジスシステム搭載艦をはじめです、ね、さまざまなあこの対応が今、検討されているわけですが、それに加えてミサイル迎撃能力の向上だけでなく、 あらゆる選択肢を排除せず、議論しなければいけないということで、新しい国家安全保障戦略の議論が行われています。この中で、ミサイル迎撃能力だけではなくして、こうしたミサイルに対してどう対応していくのか、こうした全体像をしっかり議論することが重要であると考えておりまいとアレックス君。今一度このタイミングで、再検証を求めて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました これにて斎藤君の質疑は終了いたしました。次に